表彰式前に余興をもう一つ。お疲れ様でございました。はい、お疲れ様でした。結果発表行きたいところなんですが、結果発表はまだです。あ、まだ、はい、この後ですね、はい、2位でございますが、ドリフトレースを行います。参加するという方、はいはい、グリーン張り切ってて、あ、全員、あれ、ほぼ全員、あれ、てか全員。ドリフトレースとは名の通り、ドリフトとグリップの混合レース。指定された区間はドリフト走行し、一番にゴールした者が勝者となる。グリップ、ドリフトの区間分けはご覧の通り。今回の審査区間がドリフト区間となる。スターティンググリッドはマシン性能を考慮してこのようになった。グリーンが各チームへの障壁となる。周回数3周のデンジャラスなスプリントレース、いよいよ開始です。3、2、1、スタート。グリーンが転倒だ。なかなかいいスタート。あー、危ない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 。この先がどうなってるのか。さあどうだ、試験をどういう状況で通過していくのか。非常に危険な状況になります。直樹転倒、直樹ボールショット、一気に直樹ホールショットですよ。どっからポールに立てたんですか。直樹10番手、だいぶ後ろに高あたり、はい、チームグリーンを全部かわしてったということですね。かわしましたね。それから前の方にはグッドイヤーレーシングもいたはずですよね。グッドイヤー、はい、全部抜いてますね、はい、さあこの辺を抜いてどうやら中村直樹が先頭、はい、そしてその後ろにまだグリーンのマシンはおるの。2台いますね。グリーンはいますね。グリーン残っています、はい、さあその中にあとクラウンだのマーク X だのレクサスだのといっぱいごちゃごちゃところはいましたが、あとはチーム東洋がどこまで前に来てるか。さあドリフトですよ、ここからは。さあここドリフト区間です。あ、抜きました。さあドリフト区間です。危ない危ない危ない、あそこが危ない、最終コーナーが。さあ中村直樹いいドリフト、チームグリーンもいいドリフトで抜けてきました。1周目オープニングラップ、川端も前に来ている。川端も前に来ている。さあそして片岡次のめちゃくちゃ怖えぞこのレース。すごい状況で試験に飛び込んでった。いやー危険だ危険だ。さあオープニングラップを制したのは中村直樹と、はい、中村直樹ちぎってますよ、はい、ちぎってますよ。そうですね、はい、これは引っかかっとるんですよね、はい、そうですね、あの川端あたりもだいぶ前に来たんですけれども、はい、ちょっとですね、なかなか抜くには至らな い, なかなかいです、ねはい、30という短いラップ数ですから ね, ねこれ焦らなきゃいいんですけれども ね,、はい、ね強引な抜きがあるかどうかと。さあこのまま中村直樹これ逃げ切れそうですね。そうですね、結構距離空いてます、ね、いやいやいや川端だな。川端が来たぞ。川端がいい勢いで追い上げてきてるぞ。川端がものすごい勢いで抜いてきた。さあ中村直樹と、そしてから赤いマシンの駒も来た、駒も来た。さあ2周目の最終コーナーのドリフト区間、相変わらずいい角度をつけて中村直樹、そして川端が行く。チームグリーンが回っている。そして田中雄一も踏ん張って、ここでさあ駒形が、駒形が行った。面白い面白い。そして面白い、それから後ろ田中雄二をかわした。駒形もかなり前に来た。駒形ショートカットしました。あそこ行きましたね、ショートカット行きました。駒形ショートカット、あと2番に川端、3番駒形上がってますね。駒形上がってますよね、はい、一気にこの周で前に来たんですが、はい、これのショートカット、ちぎってますよ。さあこのまま中村直樹がちぎることができるかどうか、はい、さあファイナルラップ、ファイナルラップ、このここで見ましょうか。この3体のドリフト5周に行きたいですね、はい、5周に一気に増やしたいところですけど、はい、それはちょっと叶わないというところで、さあファイナルラップのドリフト審査区間、中村直樹 S 字いい角度、中村直樹がいった。そしてツインドル状態、川端駒形、川端駒形、ものすごい、田中雄二も踏ん張っている。そして藤野軸也、藤野軸也が来た。ストリートリーガルのマシンが上位を締めている。さあチェッカーが上げられました。終了、よかった、無事に終わりました。一応じゃあこれのレースの優勝者は中村直樹、いいですね、これね、はい、決定ですね、はいはい、2位、川端さん、これ見た目通り、はい、ダブルチェッカーだと思います。ダブルチェッカー、ダブルチェッカーですね、ダブルチェッカーで一周減算と、はい、そうですね、収穫になりまして、はい、優勝は川端と、川端ですね。あ、ダブルチェッカー受けちゃいましたね、受けちゃいました、受けちゃいましたね。完璧にペナルティということになりまして、ね、はい、せっかくの初優勝を不意にした、はい、中村直樹、はい、優勝は川端雅人に変わりました。はい、おめでとうございます。さあということ
で D1 団体ドリフトなんとなく無事終了。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。いつでも事故は望んでません。全く、もう本当皆さんの、 あの実力のおかげで完全に、はいはい、終えることができました。そして皆さんのモラルに感謝というところでですね、はい、まずはドリフトレース、ドリフトレースこれのですね、表彰からしたいと思います、はい、とりあえずはですね、はい、見た目もそしてドリフトもできていた、はい、優勝は中村直樹と言いたいとこなんですが、中村ではございません。そうです。優勝は川端雅人。はい、本来は中村直樹が優勝だったんですが、審査員の判断により、はい、ダブルチェッカーということで、あれが危ない。あれいかん。あのダブルチェッカーは多分チェッカーを見ていなかった。いや、あのチェッカー振られたらもう一周かなと思って。一応レースのルールを知っといてもらうっていうね、はい、キーパスを与えてね、勉強になります。はい、そうです。ということで、それでは、はい、結果発表。D1 団体ドリフト、はい、これ実は3位決定戦が一番盛り上がりました。盛り上がった、はい、第4位です。まさかの得点が出ましたから、チームグッドイヤーレーシング。ということはビリビリということは第3位、表彰台があるならば表彰台チームグリーン。グリーンの方に聞きたいんですが、はい、あのヘナチョコなスピンはわざとですか、あれは。いい円が撮りたくてわざと。本当にわざとですか。本当にわざと。さあ、そして、はい、第2位。第2位。優勝から発表しましょうか。あ、優勝ですね。はいはい。まあ、優勝はもうこれね、もうぶち切りと言っていいでしょう。はい、すごい賞金。チーム東洋。はい。トロフィーが今優勝したチーム東洋の4人に渡されました。さらに、副賞の賞金などが賞金、オリジナルの方から、はい、じゃあ、 賞金を、はい、賞金発表します。これ浜井本当いいの、そんなあげちゃって、はい、年末ですから。本当マジで、なんか俺も出たかったな。いっちゃったらもう最後、もうそれがもう、じゃあ発表しましょう。はい、賞金なんと、なんと50万。50万。ワン。すごいですよ。すごいですよ。2万円にすると4万円ちょっと。4万円ちょっと。見事に優勝したチーム東洋に賞金も5万円。いい発表してない。あと CM もなんかあるんですか。ごめんなさい、このビデオの中に東洋のちゃんと CM を入れますんで。この CM 券金額に換算したらすごい金額になっちゃう。500万ぐらいになるんですよ。そこが500万円ぐらい。そうですね、はい、そっちちょっと短くしていいからね。ということで第2位はチームストリートリーガル。ストリートリーガル惜しかったですよね。あれ言っちゃいけないことなんですけども、はい、野村さんお願いします。スケットが邪魔しました。まあ1位から4位という順位はつきましたけども、はい、よくこんなですね、うん、バカバカしくもですよ、うん、はい、それをですよ、精一杯、はい、うん、やっていただいた、はい、この全員に本当に感謝したいと思います。どうもありがとうございました。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。年末恒例 D1 団体ドリフト優勝はチーム東洋。次回は全員本ちゃんマシンで参戦予定。お楽しみに。はい、今回見事優勝することができた川端です。今回この使用した東洋タイヤ、東洋の DRB というタイヤなんですけども、普段あの D1 ではあの R1R というすごいハイグリップタイヤを使用してるんですけども、この DRB っていうのはこういったプライベートカーでライトチューンの車でもドリフトコントロールがしやすいタイヤ、街乗りも乗り心地がいいし、すごく減りも遅いし使いやすいタイヤですね。やはり売りは、安さと、コントロール性、これがやっぱり優れてると思うので、皆さん、ちょっとドリフト上手くなりたいけどもう一つ何か欲しいんだよなっていうような人にぜひおすすめのタイヤなんで、皆さん使ってみてください。